チャールズ・ハーバートレッド・ラフィングは1930から1940年代に活躍したアメリカメジャーリーグの野球選手。ポジションは投手。イリノイ州、グランビル生まれ、右投げ右打ち。1930年代ヤンキースの主力として活躍、通算273勝を挙げた。ラフィングは少年の時に生まれ故郷のイリノイ州のコールトンで起きた鉱山事故に遭い、 4本の足の指を失っていた。1923年、18歳の時にマイナーのダンビル球団からボストンレッドソックスに入団。1924年にメジャーデビューし8試合に登板する。2年目には37試合に登板して9勝18敗。防御率も5点台だったが、年を追うごとに投球内容は良くなり、5年目の1928年には、 防御率3.89、自身初めて2桁の10勝を挙げるまでになっていた。だが、レッドソックス時代は、圧倒的に負け数の方が多く、勝ち星の倍以上負けるという成績が続いていた。1930年シーズン中に、レッドソックスは、ラフィングをヤンキースにトレードするが、当時ベイブルースやルー、ドゥーゲーリックらの強力な打線を味方につけたことで、ラフィングの成績は一変する。 この年レッドソックスでは0勝3敗に終わったものの、ヤンキースに移ってからは、防御率4点台だったにもかかわらず15勝5敗の成績を収める。ヤンキースに移ってからラフィングの投手成績は、さらに良くなる。1932年には、防御率3.09、リーグ最多の190奪三振を挙げ、同年出場したワールドシリーズでも勝ち星を挙げる。 1934年に初めてオールスターゲームに選出、1936年から1939年は4年連続で20勝を記録し、シーズン防御率も自身初の2点台まで下がってきていた。ワールドシリーズには1942年までに計7回出場し、1936年を除いて毎回勝利投手になっていた。またラフィングは投手でありながら、 打撃も得意で通算打率は269と野手に引けを取らなかった。1932年8月13日の試合では1から0の完封勝利を収めているが決勝の一点は自らのホームランによるものだった。戦争のため1943年と1944年は現役を中断。1945年に復帰した時は40歳で。 すでに主力としての活躍はできなくなっていた。1947年に現役を引退。通算勝利数は273勝だが、戦争による現役中断がなければ300勝に達していただろうと言われている。1967年に記者投票によりアメリカ野球伝道入り。1986年にオハイオ州で死去。ヤンキースは2004年に ヤンキースタジアム内のモニュメントパークにラフィングの額を飾るセレモニーを行った。ありがとうございます。